中国の山東省徳州市勝県で家計を助けるため自動車修理工場で働いていた13歳の少年が工場の従業員にエアポンプを肛門に入れられました。高圧エアによって内臓が押しつぶされ危篤状態に陥っています。医者によるとあともう少しで少年の体は破裂するところだったそうです。13歳のト・デンオー君は貧しい家計を助けるため今年春学校を辞めて自動車修理工場の見習いになりました。工場の従業員2人が遊びのつもりで高圧エアポンプをト君の肛門に挿入し空気を注入。高圧空気によってト君の大腸と小腸は20数箇所に穴が開き、他の臓器も深刻に損傷、未だ危篤状態に陥ったままだそうです。しかし、1日2万元もかかる高額治療費を、ト君の家族も悪ふざけをした2人の従業員も払えません。ミニブログで募金が呼びかけられ、7月12日現在、1959人のネットユーザーから40万元が集まり、1回目の手術費に充てられるそうです。ネットユーザーらは母親もいない13歳の子供が家計を助けるために働きに出たのに大人2人に意地悪され危篤状態になるなんてひどすぎると憤慨しています。多くの人は特にエールを送ると同時に意地悪をした大人2人を処罰すべきだと示しました。従業員2人はすでに逮捕されたそうです。また政府の不作為を批判する声も聞かれました。事故が起こり、メディアと民衆の力で少年一人が救われたとしても、中国にはこのような貧困にあえいでいる少年が数えきれないほどいる。誰が助けてくれるのか。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他欺负专制分子，政府危险性，大于加防。